とストーリーあはい、ちょっと喋るの早くなっちゃったはい、ストーリー見ていきます。はい、ちょっとタイミングを誤ってしまいましたなんだ、最後のライブも見ずにずっとここにいたのか。見えへんかったの。いやいやいや、もったいないって。歌ならここでも十分聞こえた。客席でわざわざ人にも生まれなくても。でもさ、本人二人も見ないともったいなくないその場の雰囲気とか臨場感とかあるだろうな。もったいねえ確かに、もうもったいなさすぎるからね、今回はね。もう完全に損してるからね客の顔を見ればどんなライブだったかくらいわかる。いや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 、絶対に生で見た方が迫力あるってすごかったぜ。もっとマシな感想はねえのか、オニュ。いや、それでも随分マシだと思いますけど。うるせえ、あんなもん見せられて何を言えってんだ。いや、結局そうなのね。俺に聞くな。結局は二人ともそうなんだ。と言われておりますがはい、ちょっと YouTube とかでもさ配信されててほしい、本当に。もうさ、バージンブレスとかパパパワンダーとかそういう曲ならさ YouTube にやんのにね、サフィスファクションもいつかは、まあ、YouTube に上がってほしいなっていう私の願い。はい、ということで、だんだん人が集まってきてるや。もう結構ね、自分もちょっと行ってみてみたいんだけど。そろそろライブが始まるからでしょうか。なんかライブの発音なんか良すぎよなんか好きすぎるんですが。結局誰が歌うかは秘密のままなんですよね。いや、あなたの先輩ですよステージ担当の奴らに聞いても答えてくれへんかったからな。そりゃサプライズだからね、教えちゃまずいべ。サプライズの方が盛り上がるだろうからね。確かに、その時に知ってわーの方がね盛り上がるといえば、盛り上がるといえば何。さっきお客さんたちが飾り付けを褒めてくれてました。確かにね、なんかアンダーセブンティーンにちなんだ色の旗とかもチラチラあるっていうのがね、ね、やっぱいいよね。ああ、ワンも聞こえてたさ。看板やバルーンも好評だったみたいだよ。なんかテニスのさ、テニスラケットのバルーンあるの結構驚いたね今日はトラブルもあって合宿所内を走り回っていましたけど。結構ね、とんだハプニングがね。お客さんたちの笑顔をたくさん見られたし、喜んでもらえるのはやっぱり嬉しいですよね。確かに嬉しいよね。せやな、みんなで準備を頑張った甲斐があったわ。相当なんか他のグループとかぶんないようにみたいな感じのはあったけど、まあ無事決まったようで。ああ。ん？クラウザー？どうした？どうかした？いえ、感謝祭が終わったらこの飾りも片付けないといけないんだと思って。確かになんか片付けるとなんか寂しいよね。でもこれだけの飾りを全部片付けるっていうのも大変そうだけど片付けを考えるにはまだ早いんだ。確かに、終わってみるとなんか寂しい感じがするよ。でもまだライブはこれからだけどね。ライブだってまだ残ってるし、その後も感謝祭は終わらないしね。今はもっと楽しむことを考えればええんちゃう。まあ第一はもう思う存分楽しめってことですよねそうですね。でもクラウザさん意外にも気が早いねライブが終わった後もまだまだ飾
感謝祭を楽しみたいです。うん、本当曲もかっこよかった。本当にうん、みんなで一緒に回ろうか。もう歌詞からして本当にもう感謝の気持ちが伝わるっていうか、もう感謝するにはもうもってこいの曲だと思いますんで、まあぜひ聴いてみて。聴いてない人はね。それで写真を撮ろう。俺たちが感謝の気持ちを込めたものが思い出に残るように。あー確かに写真も撮りたいね。本当にこういう時こそ撮りたくなるよね。本当にうん、続きはまた明日はい、ということで、まあ、今回はこれにて以上にいたします。なんとかできれば渡部さん欲しいんだよ。だからね、もうちょっと怖いんだけど、ちょっと報酬をね、教授でちょっと半分ぐらい開けて、まあ、前回の協力のやつも一応そうして、それで全部コンプリートしたんだけど、今回ね新感覚だから、そうなんか節約の仕方結構割とむずいんよ。結構気をつけないとね、やばいんだよね。だからもう残り3日ってなるまではもう貯めとかないとちょっとねということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。多分ガチャのチケット結構溜まってるだろうな大してガチャ引かないからな。ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、また次回お耳にかかりましょう。